皆さんこんにちは、かっちゃんです。キャラ子ということで、今日はこの間インスタで見かけてめちゃくちゃ美味しそうな食べ物があったんですけど、東京の広尾に高外軒さんっていうお店のオムリタラコっていうタラコクリームスパゲッティの上にオムレツのようなトロットロの卵が乗った、インスタに結構ね写真が上がっててめちゃくちゃ美味しそうだったので、今日はそれっぽく再現しながら見るからに美味しいオムタラコクリームパスタを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。ボウルにマヨネーズ大さじ1、生クリーム大さじ1を加え、マヨネーズを溶かし合わせたら、卵2個、塩コショウ少々を加え、卵を溶きほぐしながら混ぜ合わせます。はい、では卵は焼けるように調味料と合わせて使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。はい、では今日たらこはもう皮が取ってあるものを使っていくので、皮ついている場合は身を取り出して使ってください。たらこ 30g、 バター 15g、 生クリーム大さじ3、醤油小さじ1をボウルに入れたら、約1リットル沸騰したお湯に塩小さじ1と1/2ほど加えて、今日パスタは5分茹でのパスタ 80g 使用していきます。ではパスタを入れて規定の時間茹でます。はい、ではパスタが茹で上がったら、たらこ生クリームを入れておいたボウルの中に火を切りながら茹で上がったパスタを入れて、パスタの茹で汁を大さじ1加えて、余熱でバターを溶かしながらパスタにソースを絡めます。少し味見をして味薄い場合は塩で味の濃さ調節してください。はい、ではバターもしっかり溶けてパスタにソースが絡んだら、出来上がったパスタをお皿に盛り付けます。ではボウルに残ったソースもパスタの上からしっかりかけていきます。はい、ではパスタをお皿に盛り付けたら、パスタが冷めない間にさっと上に乗せる卵を焼いていきます。バター 10g をフライパンに加え、バターを溶かしながらフライパンを温めたら、フライパンに溶き卵を一気に流し入れ、菜箸でくるくるとスクランブルエッグを作るような感覚で卵を混ぜます。ある程度スクランブルエッグができてきたら、卵を全体に広げて火にかけて卵の底を焼きながら固めていきます。ではもう今固まって、こういう感じで卵がスルスルと動くようになったら OK なので、盛り付けておいたパスタの上に卵を滑らせながら乗せます。では少し形を整えながらパスタの上に卵を乗せて、卵を乗せたら最後中央に乾燥パセリを散らして、 OK。 はい、ではこんな感じでインスタで見てめちゃくちゃ美味しそうだったオムタラコクリームパスタの完成です。こんな感じにできました。はい、では今回はインスタで見てめちゃくちゃ美味しそうだったオムタラコクリームパスタをそれっぽく再現しながら作ってみました。それでは本日は
天然水サイダーで乾杯。乾杯。くー、スカッシュ。じゃあ早速いただきましょう。インスタとか TikTok とかでもね、たまに動画が出てて、すっごい食べたかったんですけど、あとクリームたっぷりのたらこクリームスパにトロットロのオムレツが乗っててすごく美味しそうだったので、今回はそれっぽく作ってみました。いや、もう絶対美味しいよね。もう美味しさの美味しさの塊よ、これは。いただきます。ナイスパー。あ、めっちゃ美味しい。このトロトロの卵とパスタもね、一緒にいただきましょう。うん、生クリームとたらこをしっかり使ってクリーミーで濃厚なたらこクリームパスタと、上にたっぷり乗ったこのとろっと半熟の卵がすごく美味しいレシピで、クリームパスタはほんとこうボウルに材料を入れて、茹で上がったパスタを入れて混ぜるだけで、しっかりこう麺にソースが絡みつつ、バターとかも余熱で溶けるので、余分な火は入れずボウルの中で材料を合わせるだけで簡単に美味しいたらこクリームパスタが作れます。ちょっとだけね、隠し味に醤油を入れるんですけど、この醤油がまたパスタやたらこ、卵ともよく合って美味しく食べれると思います。で、上の卵の部分も卵プラス生クリームとマヨネーズを入れてるので、とろっと少しこの生クリームの濃厚な感じがすごく美味しく仕上がって、スクランブルエッグを作るような要領で、菜箸でガーッと混ぜながら火を通して、パスタの上に乗せるだけで、とろとろなんですけど、すごく簡単に本家のように美味しく作れると思います。全体的にこうしっかり生クリームを使ってるので、すごい濃厚で美味しいですし、卵とパスタとこのたらこめちゃくちゃ合いますね。結構しっかりめにたらこで味もあるので、上のとろとろの卵とパスタ一緒に食べるとすごく美味しく食べれると思います。うん、はい。ということで、今日はインスタで見てめちゃくちゃ美味しそうだったおもたらこクリームパスタをそれっぽく再現しながら作ってみた動画でした。ボウルに調味料を入れながら、入れたパスタを和えるだけですごく簡単なんですけど、この生クリームの濃厚な感じとたっぷりのたらこがすごく美味しいクリームパスタと、このとろっと半熟なたっぷりの卵がすごく美味しいレシピだと思います。インスタで見た時からほんとこのパスタに惚れてましたね、うちは。めちゃくちゃほんと美味しそうで、まあ、実際作ってみたんですけど、割にこう手軽に作れるんですけど、このトロッとした卵とクリーミーなたらこパスタがよく合ってすごく美味しく食べれるレシピだと思いますので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ。たらこー。美味しさ集合体。